一番小さい状態に。いやー、助けてー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ワールドフラワーの5、追いかけるワイルドサバンナー。追いかけるの？今度は追いかけられるんじゃなくて、どういう、一応なんかベルがあったけん猫なんよね。あ、ウサギ？なるほど。このでかいのを追いかければいいってことよね。輝きよるし。こいつはもう行く場所というか、ごめんね、踏んじゃった。踏んじゃったよ。なんかいっぱいちっこいウサギたちはおるんやけどさ。あれは、これ道案内されよるってことなんかな。え、どこに行った？いやー、ぷかぷか浮かんでる私。え、いないんですけど、いた。いたいた。これ最終的には絶対捕まえれるやつとかなんじゃない？え、違うっぽいな。全然違うっぽいな。ね、同じコース通りよりよね。ってことは、いやー、くっそ先回りしてけって思ったのに。ちょ、待って。ま、時間はたっぷりあるけん。なんかちっこいウサギを使って何かしらできんもんかな。使ってとかそんなん無理か。待てや、おい。無理ー。くそ。早いー。早いし、障害物が邪魔だ。待て、おいー。絶対どこかしらに誘導されよると思ったのに、そんなこともなさげよね。どうしたら捕まえられますか？なんか行けたって思う瞬間が全くないんやけど。やばくね？これ確実に。待てよ。なんかどこかしら。なんか一応進めるようなところがあるんやけど。ゆっくりと避けて降りてきてしまった。あ、待って、鈴はどこにあるんやろ。ねえ、鈴鈴。どっかにブロックあった？走って追いかけてくんなよ。あ、あんなところに。え、あれはどうやって取ればいいんだ？多分、あの巨大なウサギも発光しよったけん。まあ、ゴールに必要な条件っていうわけじゃなくて、ただただ、ね、スターがゲットできるっていうだけなんやろうけど。いいよ。どこに向かうんやろ、これ。なるほど、ここ。ここに来たから何なんだ？な。待てよ、いい。くそー。何かをぶつけて止めたりとかできんもんかね。猫やったら、ちょっと早くなるんかな。何もないよね。一応逃げるけど。あ、鈴もらえるんや。マジで？そういう感じ？あ、じゃあブロックとかはないんやね。なるほど、なるほど。いや、おい。いや、しかしもう時間があれやね。時間がもったいないので、先に進みます。へい。は。よ。気持ちいいやつ。
何このスイッチ。あれ特に何にもできないですけど、何やったんやろ。おっと、こっち、あとちょっとしかないよ。頑張れ私。もうゴール一直線よ。ふぅ、びっくりした、いけんのかと思った。ウサギ捕まえたかったな。ウサギ捕まえたかったけど難しいな。すばしっこすぎる。くそー。今のがワールドフラワーの5。あれ7や。こっちか。ん、どれだこれ。あ、これや。ワールドフラワーの6。お化け屋敷の動く床再び。もうなんかあれやね、使い回しになってきたんやね。ステージが再びとか、なんかそんなんばっかりやん。待って、そこに。よっしゃ、オッケー。とりあえずゲットできた。これももらっとこうっと。下かな。よっ。お、偽物。やめてよー、そういう騙し。よろしくないよー。あっちは何もないんかな。あれ、この辺は特に何もなく進みづらい。ひもって進みづらすぎん。移動してけい。よっ。今回上か。お、やったね。キノコだけかと思った。くっ、それはキノコじゃないんかい。これも偽物な気がするよ。え、これはですよね。一瞬偽物なわけではないんかと思った。くっ、そんな簡単にはやってこんよね。よいしょ。恥ずかしがれや、そっち向いたのに。お、これもしかして、これでさらにどこかに行けますね。イエーイ。え、怖い怖い怖い、落ちる。怖すぎる。お、これは。いいよっと。偽物がたくさん、びっくりー。待って待って、怖いって。でもスター全部集めたよ。あとはもうゴールするだけ。しかし、私はもう、一番小さい状態に。いやー、助けてー。ないわー。くっ。ふー。騙されまくりなわけですね。ここは？ん？繰り返し？もしかして。そういうことか？ぶつからんかったらよかったね。くないんすかね。くあ、ここに雲があった。こっちは正確なの。やったー。しかし油断してはいけない。これは本物のじゃないか。やったー、やっとー。ふうふう、やっとだ。コースクリアー。永遠に出られないのではないかと思ったよ、私。私、スターも全部ゲットできたんよね。やったね。
やったね、やったね。んで、今のが6で、7は、これか。ワールドフラワーの7。広大の入り江。今まであったかな。あれ壊したらなんかありそうじゃない？あ、なるほどね。もう最初から壊してけってやつやね。ガンガンガン。ごめんね、平和な感じでおるのに。これ周りとかは何もない。なんか敵とかが出てきそうな気がしなくもないんよね。大丈夫そう。あっこの敵も大丈夫そう。いくぜー、チドンチドン。お、いけねー。これでよし。あ、待って待ってくれ。イエーイ、巨大化。これだけか。もうあとは何もない感じか。くそー、きっとまだ何かあると思ったんだけども。この辺も別に特に何もないもんね。ひびのある壁とかそのうち出てきそうな気がするよね。あ、どこから出てくるかドキドキ。お、ちょっと待って、これは怖い怖い怖い。ゲストが、まあ、向こうからしたらね、大砲バン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 しよる方が怖いと思うけど、とりあえず1個目ゲット。ここはあれやね、クズ戦やつや。そしてこれは崩せないのか。なんか岩に丸ってついとったけん、何かしらあるんかなって思ったけど特に何の関係も。お、これは崩せる壁。いあ、なるほどね。こんなゆっくりゆっくりのところでって思ったけど、なるほど、弾で取れるんやね。それはいいやつ。おー、怖い怖い怖い。この辺もなんかいっぱいあるけど、この辺のどこかにさ、ないんすかね。ないんかい。なんかあれやん、前の時はあったやん。もう旗出てきたよ。あっという間。でもこの辺もなんかありそう。あれ2個目の取れてないね。そこが気になるけどいけなかった。くそ。イエーイ、コースクリアー。ふう、あっという間だった。ここはほい。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あんな巨大な砂の像、誰が作るんやろうね。そして私はそれを一瞬で破壊していく。めっちゃ嫌なやつ。